レディーゴー。さあまずは1投目入れてまいります。ディスクはこれは風に、押されますが、まずは広い上げてのゴポインからのスタートです。やはりね、タイメンさん大きく投げてまいりますね。風の方もね、後方からでしょうか、気持ちよく入ってきます。この風がないとね、今日は過ごしてられないですよね。昨日も少し風があるようでね、気持ちがいい大会となっております。これはうまく風に乗せて伸ばしてくる。あー、さすがに厳しいが、30秒前、実は5ポイントを加算してまいります。2投の成功は10ポイント。さあもう一ついけるかどうでしょうかね。20秒、15秒。さあ15秒切っております。キャッチはリスクは拾い上げてのポイント加算は7ポイントを加算してまいります。5、さあカウントダウンになっておりますが、戻ってラスト2、これが最後となります。手首で投げてこれは OK なのかな。はい、1ポイントを加算してまいりますと、トータルポイントですね、18ポイント。ファーストランド、それでは松田タニア日向です。よろしいでしょうか。参ります、レディーゴー。さあまずは1投目投げ込んで終わります。ディスク、キャッチは OK。 これは5ポイントエリアでのトンベルディスクでしたね。ナイスキャッチでした、5ポイント。さあ戻ってまいりました2投目。さあ次のスローは飛んでるんでしょうかね。いいですね、集中してますね。いけるいけるいけるぞ、 OK、 5ポイント。両方とも飛んでるディスクですね。 3,4 ポイントエリアですがね、ディスタンスでしたね。第2ゲームですからね。30秒前、5ポイントでした。キャッチを決めております。さあ中間30秒切ってまいりまして、大塚さんも真剣に見てますね。20秒、かわいいな、ひなた、どんな感じでしょうかね。どうでしょう、いけるいけるぞ、ひなた。15秒。ちょっと最後ね、構えちゃったんでしょうかね。それでもね、拾い上げての5ポイントを加算してまいります。10秒。さあ10秒切ってまいりますよ。戻って間もなく5カウントダウンとなります。これがラスト、最後は2、1。最後いける、ひなた、ひなた、いけるいける、5、5、5、5。よく追ってくれましたね。でも7ポイントを加算してまいりますね。すくい上げての7ポイントを加算しますと、セカンドラウンドは22ポイント、ファーストラウンドが18ですから、グランドトータルは40ポイント。本日の優勝は松田民也さんとひなたとなります。